します。本日は山家商店さんの方の配信をさせていただきます。今回ご紹介していただくのが、まずこの10月頃秋口に展開される予定のリサイクルセラミック、リサイクル食器をご紹介していきたいと思います。なんか非常に可愛らしいシリーズですね。そうですね、今回の、シリーズというのは、まずリサイクル食器ということは、まあ、一つの、まあ、売りではあるんですけれども、はい、それと合わせまして、今回の、使っている釉薬ですね、こちらにも特徴がありまして、はい、あの陽変釉という釉薬を使っています。この陽変釉というのはですね、焼いた時の、火の加減ですとか、あと釜の、焼いてる位置とかですね、そういったところで、あの微妙にこう色に、変化を持たせるという釉薬です。じゃあちょっと焼きムラとか、はい、物によってこう個体差が出てしまうのは、それは味わいっていう感じなんですね。そうですね、はい、あの和陶器なんかだとよく使われてる、まあ、一般的に使われてる釉薬なんですけれども、まあ、それをあの洋陶器の方で使うということは実はあまりなくて。なるほど。じゃあ珍しいという感じですね。そうですね。であのまだ釉薬の方もですね、まあ、焼いてみた加減でいろんなパターンが出るものですから、はい、あのここに出しているものは比較的まだ綺麗な方かと、はい、じゃあもう本当届いた時のお楽しみみたいなところがあるということですね。そうですね、まあ、その辺の味わいも含めて楽しんでいただけると嬉しいなと思いますね。はい、そうですね、はい、赤でもやはりこう薄めの赤だったりとか濃いめの赤があったりとか、はい、釉薬の流れがこう傾いているものとか、はい、そういったものも焼きムラで出てくるっていうのはしょうがないことなんですね。はい、もうそれは、その辺の自然を楽しんでいただくようなシリーズとなっております。はい、本当パン皿でも600円程度からで、はい、一番大きいものでも、1300円ぐらいまで、はい、となっておりますので、非常にこうリーズナブルなかなと思います。こういったグリーンライフ21プロジェクトにも提案されているので、こうエシカルな流れっていうのは今後も続いていくので、ぜひおすすめとなっております。また展開されるのを楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい。